地方、池添騎手、セガ縮む、に対する視聴者の反応集。地方、池添、セガ縮む。ボルト抜いた影響かな？池添も年取ったんだな、こんなに小さくなるなんて。仕方ない、池添でさえ44歳なんだから普通のアスリートなら本来とっくに引退してる。こんなに小さくなってしまって。年取ると背中が小さく見えるもんな。ドンちゃんがでかすぎる。ドンフランキーがでかすぎる。同じ姿勢でドリジェに乗った池添と比べたい。普通サイズを機種そのままで拡大したみたいになってるのくさ。背中長くなってない？まだ成長してるのかこれ。ここにメロディーレイン池添をひとつまみ。やっぱ池添でかいわ。いや思ってた以上に違うわこれ。すげえな。高伸縮性池添。メイケイエール添えは縮んでないのに。ドリジェ添え、ブエナノリを添えて。体重の割合的にはドン・フランキーの筋量56キロはメロディーレインにとっての筋量34キロに相当する。一方、メロディーレインの筋量52キロはドン・フランキーにとっての筋量85キロに相当する。まあアラフォーどころかアラフィフに片足突っ込んでるし縮んでるのは縮んでるんじゃないか。騎手って骨粗鬆症どうなん？池添みたいな食っても太らない騎手はあまり気にしなくてもいいんじゃないかな。竹甲子郎高身長で無理な減量してたからな。現役の時にバラエティ番組で骨密度だったか検査してお医者さんから、このまま、の健康状態、だと死んじゃうから仕事辞めましょう、みたいなこと言われて、死なないために仕事してる、の高志郎。骨密度もやばいがカロリーだけ酒で取ってた話もやばいと思う高志郎。どんなスポーツもガチでやると体に悪いけど高志郎は別格。目に見えるほど背丈が縮んだ。年の影響で少し背が縮んだ。下の馬に縮尺を合わせたら誰でも小さくなる。でもただノンフランキーじゃねえぞ。実際でかいから度級ではある。ドンちゃんがでけえからよくわからんな。何回も実物見てる人もこんなでかかったか、ってなってるからまた成長したんだろうか。ねえこれドンちゃんのお股からおたまたま見えてるの突っ込んでもいいと思う？現地で観戦してると割とよくあるよ。たまたまか先っちょがチラ見えする馬。ドンちゃんのドンさんはご立派なんだろうな。たまにご立派、してる子もいる。大魔神師でユウイチが小さいみたいな感じや。ユウイチがまあ機種なので小さい&大魔神でかすぎのコンボやぞ。ジョッキーは背低いってわかってても実際見てみると小さいなってなるよね。川田とかなんか顔見てると175センチくらいありそうな顔してるのに実際は160センチないもんな。藤波慎太郎妃だと小さく見えるのも当然か。藤波と並んでこれなら180センチはあるな、よし。なお、写真よく見ろ。藤波池添に合わせてめっちゃかがんでる。鳥添、ドン添。この体格差でもでかい方がビビリで小さい方がヤクザなんだから面白い。原付とオートバイみたいなサイズ感の差。画像はドリジェ、5歳、ドンちゃん、3歳、なので画像のドンちゃんは今より少し小さいんだよね。こんなでっけえダート場2頭を管理している斉藤先生大変だろうな。しかもドン・フランキーはすでに重賞馬、ウルスもオープン入りさせてるから優秀である。よっぽど草の美味しい厩舎なんだろうな。デビュー時440キロ台だった黒の姉さんも引退する頃には約40キロ増えてたらしいしマジでドスコイ厩舎なのでは？とはいえ特にでっぷり感がある馬ってここの厩舎いなかった気がするんだよね。やっぱり飯のクオリティがピカイチなのかもしれん。ドンちゃんとウルスで同じ厩舎なの本当草。でかい馬これからどんどん任されそうだな。ウルスとドン・フランキーでメロディーレイン挟んでやったわ。したらどうなる？オセロ理論でメロディーレインの馬体重が600キロ超える。メロディーレインウィズ D、でか馬、になる。山人ウルスが着々と増やしてきて追いつかれそうなところに先輩の格の違いを見せつけたな。最終的にほぼ同じ馬体重に落ち着いて引退していったら笑う。メロディーレインザン助かる。でっか。謎谷。何もキリも言い訳でもないアーボンクラスの謎谷やめや。ハイドかな。どほう？ドン・フランキー世界へ。ゴールデンシャヒーンいけるんか？絶妙に力抜ける言い間違いやめろ。ゴールデンシャヒーンの舞台でリメイクと再戦のシチュは最高に熱いのでぜひ見たい。ぜひリベンジして G1 制覇してほしい。おおすごいやん。リメイクとの3度目の対決が楽しみすぎる。ゴールデンシャヒーンって日本馬制覇者いたっけ？2着が最高らしい。初制覇しようぜ。てか2年前レッドルゼル安城優雅で2着は行ってたんだ。ド級ノン・フランキー。
ッド級の場合、